はい、皆さんどうもこんにちは、バンビーです。今日ねランクマッチやっていくんですけど、本日はクレッフィをね使っていこうと思います。今回のね対戦動画から12月のランクマッチということで、まあ、シーズン13ですねやっていきたいと思います。13っていうねもう1年経ったんだということと同時に、僕が最終1を取ったらもう取ってから、まあ、もうすぐ1年が経つっていうね恐怖なんですけど、まあ、先月ねランクマッチ僕最終17位でしたね。まあ、17位っていう順位だけで見たら、まあ、結構まあ頑張ったかなっていうところではあるんですけど、まあ、内容はねあんま良くなかったですね。まあ、正直1位に勝つにもしなかったシーズンだったんで、だから先月とかよりも勝ててなかったんですよね。まあ、順位は先月より高いけど、まあ、なんでまあ、なんか次やるときはね取り組み方を変えつつ、まあ、またね1位取れるように頑張っていきたいなっていう感じでやっていこうと思います。でこれなんですけど、まあ、初手ガッサ刺さってるんでガッサからでいいかな。ガッサ、まあ、クレッフィー勝ち具まで、まあ悪くはないかな。まあ、これでいきましょう。対戦相手のキーアンさんよろしくお願いいたします。で今回のクレッフィーなんですけど、クレッフィーといえば皆さんどんな方を思い浮かべますか。まあ、多分壁張りとかデンジャー巻きとかで巻き菱できてイカ様できてっていうやっぱサポート型だと思うんですよ。でもちろんサポート型なんですけど、今回ね俺はちょっと知らなくてなんかボコられたから今回参考にしてるんですけど、まあ、とりあえず方針でいきますか。まあ、クレッフィーがね、あーオーガポン引きか、まあ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 いいです、まあいいです、まあいいですっていう時あるある、まあ別にそんなにいいわけではないみたいな話もあるんですけど、まあいいか。これどうしよっかな。まあ、とりあえず、タレマシンガン撃つんですけど、これ、岩石マッパとかの方がいいのかな。まあ、でもいいや、タレマシンガンで。まあ、クレッフィーってやっぱ先制で、補助技を撃てる。なんか相手釣ってきた。鋼タイプ引きとか、読んだのか。まあ、9個。まあ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 。あ、マッパ読みか。あ、マッパ読みだ、これ。危な。てか、これ、やって一番嫌だな。ガッサがめちゃめちゃ荒らしてるんですけど、キューコンねー、ちょめっちゃ当てて弱さすがにちょっと弱かったけど、まあ後方しでいいや。ターン枯らしましょう。ターン枯らしていく。キューコンの壁ターンをね。あ、オッケーオッケーオッケー。凍らない限りは全部オッケー。フラグ立てたけど多分凍らない気がする。そんな不備機凍んないからね。あ、凍んないんだで、そう、あのクレッフィーの話なんですけど、クレッフィーってやっぱ先制技で、変化技打てるいたずら心が注目されるんで、なんかいつから覚えてるのか知らないけど、こいつね、そう、トリックルーム覚えるんですよね、トリックルーム。なんで、その、僕、クレッフィー見てトリックルーム警戒しないでボコられたんですけど、まあ、そんなクレッフィーでトリックルームしたら、ガチグマのトリル読まれず勝てるんじゃないかなっていうところで今回クレッフィー使ってますね。で、読まれるんじゃないかな以外にも、ちゃんと強いなと思ってる要素があって、これできれば当ててほしい。神落ちない、落ちた、オッケー。思ってる要素があって、まあ、それが、壁も張りつつ、トリルができるところ。だからなんか、腐りづらいんだよね、クレッフィー。まあ、試運転っていうか、まあ、さっき対戦動画撮ってやってたんだけど、まあ、実はトリックルームできない試合があったんですよ、クレッフィーで。まあ、クレッフィーを、まあ、今回はその、1匹目で、何匹か持ってって、捨てるみたいな展開、電光石火か。はいはいはい。になってるから、まあいいんですけど、クレッフィーを後投げする場合みたいな試合展開もあって、そういう場合って、まあトリルできないんだけど、まあ壁張るだけでも結構強くて、壁からのガチグマとかもね、動かしやすいのがいいですね。まあちなみに今回ガチグマのアイテムは、まあ先月ブリムオンガチグマのトリル使った時に、なんか喉スプレー結構面白いなっていう話を、確かしたんですよね。なんで、ま、今回、喉スプレーにしてますね。まあ、壁もあるんで、なんか、ハイパーボイスが打ちやすいかなと思ってて。まあ、ただ、この試合はね、あんまいけないかな。まあ、光の壁からでいいかな。光の壁で、ああ、引かないか。まあ、だったら、まあ、叩き落とす。いや、いいや。リフレクターのターンは全然構わないので、まあ、リフレク、トリル、徹底抗戦。ああ、まあまあまあ、いいか。まあ、いいや。リフレク貼って、まあまあまあいいか。リフレクのターン構わないって言ったけど、これの場合はね、ちょっと問題だな。で、まあトリックルーム貼って、いや、これちょっと負けあるな。第一。オッケー、耐える。偉い。で、トリックルームして、で、まあ徹底抗戦で自主退場ができるんですけど、まあ徹底抗戦でいきましょう。で、ハイパーボイスで倒されない倒されない、まあまあ関係ないですね、自主退場できるんで。
ただこれノマテラブラッドムーンで落とせるかどうかっていうのは関係してきてて、壁ターンが物理の壁ターンがちょっと少ないんですよね。そこが若干というかかなり不安なんですけど、壁ターンあと2ターンだよね。だからハイパーボイス打つ、ハイパーボイス真空波で倒す。いやでもこれノマテラブラムでさすがに落ちるか。まあノマテラブラムでさすがに落ちると思ってるけど、まあ落ちなかったとしてもブラム真、いやーちょむずいなちょっとこれむずいな。トリック、あ、リフレクターのターンがね、はたきで落とされて足りなくなったのがちょっと難しいですね。まあイワポンって本来ねガチグマあんま投げたくないポケモンだからね。ただまあそれにも壁があることで出しやすくなってるのはグッド。オッケー、落ちる、ナイス。まあ、直近まで考えてたんだよね、技構成的に。ハイパーボイスも持ってて、大地も持ってるんで。まあ、これだったら勝ち、なのか。まあ、リフレクターのターンが一旦残ってるんですよ。だから、まあ、多分勝ってるとは思うけど、ガチグマもヤワじゃないからね、そんなに。とか、トリックルームターンがあと2ターン残ってるわ。トリックルーム使うのがちょっと下手で、これどっちの方が高いんだ。ノマテラハイボで、第一第一でいいか。第一第一で、これ急所とかでも多分貫かれないでしょ。ウッドホーン回復、オッケー、リフレクターがあるんで、あ、やっぱリフレクター強いな。回復量を減らすことができている。だからここは、第一でいいし、なんならツタコン真空波耐えるから、オッケー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 。まあ、これクレッフィーのいいところ出たよね。壁張れてて、まあ、ハイパーボイスやっぱ嘘の意外とむずいな。喉スプレー簡単かなと思ったけど、意外とちょっとむずいですね。はい、オッケー。そしてオーガポンを倒していくと。いうことで、まあ、壁かけるトリルができるのが偉いですね。まあ、叫ぶ尻尾はステロかけるトリルが偉いんだけど、まあ、こいつは壁、クレッフィーは壁プラストリルがでかいかなと思います。対戦相手のキーヤンさん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。対戦よろしくお願いいたします。まあ、これもねガチグマトリルを通していきたいところではある。で、初手何を投げるかなんですけど、でもこの公式やっぱ初手が大事なの。対面公式は本当に初手が大事な。裏はなるようになるんだけど、まあ、多分ねガッサでいいな。ガッサクレッフィーガチグマとかで良さそうだけどね。まあ、ちなみにあのクレッフィーはトリックルームできなくても両壁できるから、そのなんか汎用性を著しく落とさないっていうところがなんかトリルポケモンの中でもいい点かなって思いますね。まあ、トリルポケモンでね、トリルできない時って大体負けなんだけど、クレッフィーは先制技でリフレクとか打てるのが強いっすね。で、まあ、ガッサが基本的に相手対面で、まあ、テラス切られない想定だと負けないので、まあ、ガッサから入って、まあ、クレッフィーこれトリルできんのかなこの試合。まあ、ちょっとトリルできなそうだけど、まあ、トリルしたいのでクレッフィーで、まあ、ガチグマ、この3体で行きましょう。よろしくお願いいたします。まあ、多分ね、これ俺の、個人的な評価なんだけど、トリックルームポケモンで一番強いのはステロ負ける叫ぶ尻尾だね。で、2番目がクレセリアで、なんか俺ブリモン弱い気してきたんだよね。なんかクレセリア弱いと思ってたんだけど、クレセリアなんか強えんだよな。はいはいはい。で、初手に来たのはオーガポンでしょ。だからこれは岩石プラス、マッハパンチで、まあ、大体落ちる。まあ、前期か。まあ、ちょっとね、ブリモン強いなと思ってた理由が、単純で、俺が前期のランクマッチ、最終一桁勝負で、敗北したからなんだよ、絶対。それがね、多分トラウマになってた。ここはマッパで行きましょう。はい、オッケー。ガッサで一匹持ってく。まあ、これはね、やっぱガッサ刺さってたんで、ガッサで一匹持ってって、で、予想だけど裏からは、パオジアンとか、神とか、その早い、ガッサより早いやつが来るかなと思ってて、で、そのパオジアンとか、ガッサーに対して速い、羽ばたく神とか、に対してクレッフィーの切り返し性能が高いかなっていうところで、はい、オッケー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 。まあ、ガッサー、クレッフィー、ガチグマが強いかなっていうふうに判断したんだけど、これはね、結構いいね。ただ、思ったのが、初手にね、ステロ巻きは入れてもいいかもね、この構築。ってなると、この世猿直帰じゃないのがいいのかな、みたいな話になるんですけど、まあ、とりあえずクレッフィーから入って、まあ、ここね、でもちょっと難しいよね。光の壁、リフレクター、トリル徹底光線が、まあ、理想かな。ただ、これね、まあ、起点になっちゃうんだよね、瞑想とかの。あー、オッケーオッケーオッケー。これ、打点ないなんか甘える。いや、でも瞑想はあるな。
まあ、リフトリルしたい、できれば。何してくる？ムーポ、ムーポ連打か。なんかシャドボは絶対ないよね。あったらシャドボ打ってるもんね。でトリル徹底構成。いやこれいいな。これいや結構クレッフィー神の動きできてるぞ。でこれあのノマテラハイパーボイスで羽ばたく神って落ちないんですけど、徹底構成、徹底構成で落ちないでしょ羽ばかみ。さすがに落ちない、落ちない。いくら抜群とはいえ落ちないと思ってるんで、落とすね、クレッフィー落とすね絶対。オッケー、ちょうどいいんだ、それがいいんだ。でハイパーボイス打ってで特攻 1.5 倍にさせて、壁もあるよ 1.5 倍。これも最強でしょ。これがやりたかったですね今日は。はい、なんでまあガッサで速いやつ呼んでクレッフィーで切り返してですね、ハイパーボイスで降参が選ばれたということで、まあこれ絶対無理だからねこの状況整ったら。はい、ということで対戦相手の方ありがとうございました。まあということで、まあ今回ね、まあクレッフィー使ったんですけど、まあ理想的な動き、まあ今回で言うと両壁も張ってトリックルームもできて徹底抗戦でハイパーボイス圏内、まあどっちかの壁だけでもいいんですけどね、まあ決まったら、まあ、最強だなと思いました。ただ同時にやっぱ壁はそんな強くないかなみたいな、そのウーラオスの水流とか考えるとね、まあ、なんで両方できること意外と少ないかなっていう欲張りな気もしたね。ただ決まった時はね結構強かったんで、まあ、よかったらね皆さんも使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。